はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はこちら、ソルビヒーロー仮面ライダー最高最善の魔王編ということで、毎年仮面ライダーがバトンタッチする時期ですね。ちょうどまあ今年で言うと仮面ライダージオから仮面ライダーゼロワンに、まあ、バトンタッチする週に発売されるものなんですけども、今回はなんかラインナップが多いんですね。だいたい毎回その、まあ、今回で言うならジオの最終フォーム系のものと、あとはまあ次のバトンタッチするライダー、まあ、今回で言うと仮面ライダーゼロワンの、まあ、4つぐらいのラインナップなんですけど、今回は歴代のレジェンドライダーもラインナップということで全7種類なんですよね。で、まあ、全7種類買ってきておりますが、ちょっと立てることができなかったので1つ寝かせてあるんですけども、まあ、今回のラインナップなんですけども、こちら仮面ライダー01のライジングホッパーで、こちらが仮面ライダーグランドジオで、仮面ライダーゲイツリバイブ号列、仮面ライダーオズタトバコンボで、仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーに仮面ライダーディケードで、こちらちょっと寝てますが仮面ライダー伝言のソードフォームという、まあ全7種類になっておりますので、今回はこちらを開封して見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。では今回バトンタッチされるこちらの仮面ライダー01のライジングホッパーから見ていきましょうか。まあ、一応こんな感じでラインナップ書かれてるんですよね。こんな感じ、ライジングホッパーかっこいいですよねライジングって名前がまずかっこいいですからね。はい、まあこんな感じになっております。では見ていきましょう。これ毎回ソフビ買うとき僕言うんですけど、こう立たない問題がたまにあるんですよね。個体差だと思うんですけども、直立立ち不能なものがたまにあります。こんな感じですね。いいですね、ソフビこんな感じ。まあ、正面はこういう感じで塗装されておりますが、まあ、裏側は毎回のごとくこんな感じになっております。まあ、ソフビなんで仕方ないですね。で、まあ、一応腰の可動と、あとはまあ腕が稼働しますねくっついてるのかと思ってちょっとびっくりしましたけど、ちゃんとぐるっと回りますね。で、まあ、腕と腰の可動がある感じですね。足とかはもう可動はありません。こんな感じ。さあ立ちますかね。あ、ちゃんと立ちますね、大丈夫はい、では次はこちらですね、仮面ライダーグランドジオ見ていきましょう。こんな感じ。そう、大間ジオじゃなくてグランドジオなんですよ。感じで、あ、ラムネもちゃんと入っております。食玩なんでちょっと先ほど忘れておりましたが、はい、こんな感じですね。うん、まあいい感じじゃないですか。ちゃんとこういうところ の歴代のライダーの形なんかもしっかりと造形されてますんで、割とこれ確か250円だったかな、税別の250円だったんで、うん、それでこんだけしっかりとこういう感じで歴代のライダーなんかの造形されてればかなりいいんじゃないですか。うん、素晴らしい。まあ裏はこういう感じですけども、まあ、ここは本当毎年のごとくなんで、まあ仕方ないですね。まあ値段的に見たら、まあ、こんだけでも十分な感じするんですけどね本当にこれはちゃんとすごいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じになっております。今可動もさらってありましたけど、まあ、腰と腕の可動がある感じになっております。あとは立つか問題。立ちますね、いいですね。では次は仮面ライダーゲイツリバイブの号列いきましょう。はい、取り出したらこんな感じですね。うん、こちらもちゃんと正面はしっかり塗装されておりますね。まあ、ただ、まあ、この辺はやっぱ省かれてますねベルトはしっかりされてるんですけど、まあ、この辺のライドウォッチ的なところは省かれている感じですね。こんな感じ。まあ、ぐるっと回っての、回っての、腰も回るという感じですね。こんな感じ。うん、いい感じですね。まあ、裏はこんな感じという感じですね。ちゃんと立ちますね。一番僕は重要視するのはここですね。立つか立たないかってところが一番気になるところではあります。飾っておくのに何か立て、かけておかないといけないのは結構めんどくさいんで。はい、では次はこちら、仮面ライダーオーズのタトバコンボですね。はい、取り出したらこんな感じですね。まあこちらも最低限の塗装ではあるんですけども、まあちゃんと塗装されてる部分はしっかりとなってますんで、まあこれで本当250円ならかなりお得ですよね。で、僕はソフビは本当にこのシリーズでしか集めてないんで、もっともっとラインナップしてもらいたいです。こんな感じ。ちゃんとこう腕はしっかり後ろまで行ってますし、シューズ部分もちゃんと後ろまで行ってますね。
いいですね。で、坊主の腰可動と、まあ、腕がぐるっと回る感じですね。やっぱオーラングサークルがめちゃくちゃ綺麗ですよね。こういうとこもしっかり塗られてるのが素晴らしいですね。はい、こんな感じ。さあ立つか。立ちます。はい、では次は仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーですね。これは僕今回何としても欲しかったんで、ソフビ関連では持ってないんで、いや買えてよかったです。はい、取り出したらこんな感じになっております。ちょっとディケイドの方はあっちになんかピントがあって、こちらにピントが合わなくなっちゃったんで、ちょっと撮影の都合上倒させてもらいました。こんな感じですね。いやいいですね、綺麗ですね。ただ若干サイクロン側の色がちょっと濃いんかなのような気はするんですけども、まあ個人的にはこれぐらい許容範囲かなと思っております。こんな感じですね。いやでもこれぐらいの色かな正解のものを最近ちょっと見てないんでわからないんですけど、まあ全然いいかなと思います。でもこちらも可動は腰の可動と頭、腕の可動がぐるっとある感じですね。こんな感じで、ちゃんとサイクロン側は裏も塗られてて綺麗な感じですね。こんな感じ。さあ立つかな。ああちょっとやばくないかこれ若干なんかちょっと後ろに体重乗っとる感じ。あ、大丈夫ですねバランス問題でした。はい、では次はこちらですね、仮面ライダーディケイドですね。こっちになんかフォーカスがあってめちゃくちゃぼやけてましたからね、さっきさすが主役は俺だって感じなのかな。まあ、今回もなんだかんだジオに準レギュラーとしてずっといましたからね。ずっといたのかわからないですけどまあちょこちょこ出て、ちょこちょこなんかいろんなことやってましたね。はい、ということでこちら仮面ライダーディケイドですね。こんな感じ。ベルトはこれは通常のディケイドライバーですね、おそらくで、今こんな感じでマゼンタカラーですね。ピンクっていうと怒られますから、マゼンタだって。若干なんか腕がちょっとこう開きすぎとるのかなまあこれ多分個体差だと思うんですけど、こんな感じになっております。まあ、割とディケイドに関してはどうかな、若干省きがあるのかな、省きがあるというか省きが多いんかな。こんな感じになっております。まあでも値段的に考えたらまあこれぐらいは仕方がないんじゃないかなと思います。こちら腰可動がありますけど、ちょっと怖かったなちょっと怖かったですね。めちゃくちゃ硬かったんで、まあ、ぐるっと腕を回る感じになっております。こんな感じ。さあ立つかな。ちょっとなんかディケイド怖いな。ああ立つには立つんですけど、ちょっと下振動でコテンと倒れそうです。はい、こんな感じになっております。では最後はこちら仮面ライダー電王ソードフォームですね。こんな感じになっております。はい、取り出したらこんな感じですね。いやこちらも塗装箇所やっぱ多いですね。なかなかいい感じになっております。こんな感じ。今後ろは相変わらずという感じになっておりましての、まあ、全体的にはこんな感じになっておりますね。素晴らしい。で腰可動と腕が、これはぐるっとはいかないタイプですね。ここが動いてちょうどここのアーマー部分に突っかえてしまうんで、ぐるっとは回らないですね。他のライダーとは若干違う作りになっておりますね。さすが電王はい、こんな感じになっております。では最後しっかり立てるか。立ちますね。はい、ということで今回は無事全員立てることができましたんで、綺麗に並べることができてよかったなと思います。はい、ということで今回はソフビヒーロー仮面ライダー最高最善の魔王編の全7種類を開封してまいりました。実は僕毎回このソフビヒーローを発売されるのを楽しみにしてるんですけど、確か仮面ライダージオの時ってこのバトンダッチの時に出た以来確か発売されてないんですよね。でビルドの時はなんか割と定期的に1回か2回ぐらい間挟んで発売されてたんで、まあ、今回もそれぐらい発売されるのかなと思ったら、なんとバトンタッチまで発売されることがなかったっていう確か僕が買いそびれてたらわからないんですけど、確か発売されてないはずなんですよね。多分1年ぶりぐらいのまあソフビヒーローだったと思うんですけども、いや相変わらず出来が素晴らしいですね。
まあ、おもちゃで売ってるソフビでもいいじゃんって思われるかもしれないんですけど、あちらだとちょっと僕的にはサイズが大きすぎて置く場所に困ってしまうんで、ちょうどこのソフビヒーローのサイズがちょうどベストなんですよね。これぐらいのサイズがちょうどいいなと思ってるんで、まあ、今年のゼロワン時も、まあ、ソフビヒーロー関連は出れば買おうかなと思っておりますんで、まあ、間挟んで、まあ、ちょこちょこと出してもらいたいなと思いますし、まあ、こういった感じの、歴代レジェンドライダーなんかの主役ライダーもラインナップされたってことは、まあ、そういうことじゃないかなと僕は勝手に個人的にそう思っておりますんで、まあ、ちょこちょこ定期的に出してもらいたいなと思っております。はい、ということで、まあ、とりあえずゼロワンになってから食玩系は、まあ、ちょっと厳選して買いますよって話したんですけど、まあ、このソフビヒーローは、まあ、普通に続けて買っていきたいなと思っておりますんで、また発売されたら買ってきて動画作っていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。